お腹すきすぎて塩とニンニクだけよ。うまい。こっちにスーパーコンピューター持ってる男が塩とニンニクで腹を満たすこと。うん。枝豆じゃ全然満たされへん。ちょっと絵面面白い。うん。うん、しめさん、それ何食ってるんですか？え？塩とニンニク。ふふふ、まだ焼けてないんだ。うん、貧乏学生か。え、うまい、塩とニンニク。ニンニク、肉はあるんだけど、それ焼けてないから。焼けてないかな。結構いい音してんだけど。枝豆、我々言ってた。うん。いや来てよかった。もうね、ずっとね、秋葉原からね、なんかね、飯田橋からずっとなんか無駄に歩いちゃって、あ、そうなんですか。でラムちゃんに来たいと言い始めて、なんかメイドカフェだと思ってて、ね、おじさんが何言ってんのこいつみたいな。最後の 100m がきつかったもんね。お腹空きすぎて歩けないみたいな。そうそう、そんなストーリーがあったと。そんなストーリーがあったって。どうですか、マジ。ありがとうございます。うまい、すごいうまい。やっぱ YouTube のネタを撮っとかないとね。好きやな、もう。かわいすぎちゃう。何するんですか？初めてだよ、この店。召し上がれていけるので、表面だけ焼き上がったら、もう召し上がれます。ね。玉ねぎ、本当美味しいです。はい、めっちゃ美味しい。お野菜お持ちしますね。野菜すごいな。野菜がこんなにうまいってすごいな。うまい。うまくない？もっと食いたいぐらいうまい。人間さんとみたいな、パチンコパンみたいな。